はい、だよ KTL ゲーミングようこそ。アーククリスタルアリス戦やっていきたいと思います。今日はね、ついに空島へ引っ越しをするぜ。あとね、できればね、原油の供給源を見つけたいっていうのと、あとはベリーの候補のメガテリカ石のドエディをテームしていきたいと思います。あ、やっべ、出発した瞬間空赤くなったぞこれちょっと待って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 、早い早い、ちょっと天候変わんの、うわやばい、これ大丈夫かな、やばいやばいやばい、 HP めっちゃ減ってるって、やばいやばいやばい、ちょっと待って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 、これやばい、ここで死ぬのはめちゃくちゃやばい、あぶねえ、 HP 半分持ってかれた、あぶねえマジで、やばいやばいやばい、やばいやばい、どうにか水の中で頑張ろう俺、熱くない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 、43度、熱い、あぶねえマジで、あぶねえ、少し初日に死にかけた。ちょっとどういうことマジ。プテラを見せ番で置いてるんだよね。こっちよね。あ、いたいた、見せ番のプテラいた。ここだね、拠点の新しいポイントは。おっとっと。ここに作りたいので。あ、資源も結構あるっしょ。多分。結構浅いですな。一回ちょっとオッター捕まえたい、おらちょっと生物の再リスポーンを、オッケー、だいぶジェノサイドしましたよこれ。カオサさん枠でしょ、新しいの、あごめん、あ55だった、危ねえ、え、なんかバグってん、うわバグった、カワウソ噛みついたらバグったやばいやばい、グラフィックというかテクスチャーがえらいことに、これはちょっと封印しよう、どうああの水に上がっても大丈夫な生物は効くみたいですね。50回しかもカワウソ、あてかバタバタすればいいのか、三葉虫吹っ飛んでいったすまん三葉虫、カワウソくん、はい、来たー、カワウソありがとうございます、はい、オッケー、レッツゴー、あ、あんなところに、あんなところにタピアラがいる、タピアラ、タピアラ、タピアラ死ねえ、ドーンあれこれ大丈夫、これトロベで行くとヤバい系かもしかして、あ、これ原油っぽい、この石、そしたらちょっと一回ワイバーンと戦士交代をそこでしましょう。ちょっと原油の出るポイントを探していきます。あれメガテリもしかして、あカリコかい、もいつも間違えるんだよな、やめろ、うんこを投げるな、やめろお前、あ、お前バカやろお前、生放送中にうんこを投げるんじゃないよ君うわっ焦ったー、今プロビアル来たよね、危ねえ危ねえ、タイミング良かった今、危なかった今、持っていかれなくてよかった、めっちゃビクってなったおーびっくりした、オッケー来たー、来たー、原油ポンプ稼働、オッケー最高だぜ、原油ポンプ、オッケー、オッケー、これでトロペのガソリンの目処が立った。これさポンプしてるけど、その間もこれさカンカンしとけばさ原油ゲットでしょ、ほら最高かよ、あれこれ他にさ原油ポンプ結構つけるんじゃね、これ複数つけれるじゃん、あ素晴らしい、マジかよ、すげえ、ここ適正生物多いな、レッドウォークで潔くつか、あ真っ黒のメガテリア、やばくね、145だし、おめっちゃ欲しいこいつ、ユティ多くね、ユティはの本当にアルファカルのいいんじゃん、あっかんこれ、ちょっとワンチャンユキをどっか引っ張りたいな、ここちょっと危なすぎるわよ、それではあそこのやべえ地域に戻ってメガテリをテームしていきたいと思います。めっちゃ赤いんだけど、これどういうことこれ、大丈夫かな、これ行ってもいいかな、死んじゃうかな天候の変化で、おおってやろう、あー食らうんかい、クリスタルワイバン食らうのデバフ、
Y バーンに乗りながら建築っていうね、怖すぎて。Y バーン耐えろ、 Y バーン耐えろ、ここ乗せるんだと。いけた、はあ、こいつこいつマジ AI が強い。あー違うのが入った、なんかちょっと犬が犠牲になった。いや本当にね、今のは事故だから本当に申し訳ないってしか言いようがないいやもうね、今のは事故だから本当に。はい、こっち来て、来た来た来た、これチャンス。うわバグったメガトリガー、ぐるぐるしてるその場でAI が強すぎて何かに反応している。ほら行ってきてみ、人生楽しいぞここ。ほら行ってきてみちょっとこいつ何やどうした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 、大丈夫かな、メガトリ心の病気かなこれどうしちゃったんだろう。おいいねいいね、そのポジションいい、 そのポジション最高、そこキープ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 、動けないわあ、来た、来たよくわからんけど来た、本当によくわからん本当によくわからんけど何かに反応してた、そしてぐるぐる回ってた、結果穴に落ちてくれたから最高。ほらなんか、俺殴られてるの違うよな、ほらなんか血出てるって、血出てるって、あいつ何と戦ってるの。いやでもいい感じに、ね、建造物に竹が行ってくれてよかったな。ここ周りやばいんですよね、ここ。あ、来たー、オッケー。ワイバーンに当たってたの攻撃もしかして。え、どういうこと、ワイバーンそんな食らってた、あの位置で当たんのちょっと待って、ワイバーン HP 半分以上削られてんだけど、びっくりした今、全然気づかなかった、言ってくれてたから。あぶねえ、マジであぶねえ。とりあえず7個入れといて10分の間で新しく霜降りを持ってきますか。ちょっと蜂蜜がねまだね安定供給できてないので、1個で 5% だからやっぱ20個ぐらいだね。おお130いいね君、5点。あーばっかやめて、あるけあるけ、違う違う、あるけ、お前ふざけんな、お前バカ野郎いやこれでベリー、ちょ待てって、お前そこに急に湧くなよお前、ちょ今、え、どういう湧き方したの急にちょっとそういうのいらないから、そういうのいらないから、本当にそういうのいらないからちょっとマジで大丈夫大丈夫、アーテム効果 98% OKいけそう、いけそう、よかったマジで。雪山の南の方マジやばい、来たー、メガトリ来たー、やったー、よしよし、帰ると帰るともう撤収じゃこんなとこ。あーメガテリ、ジェネシスに続きメガテリテーブいやメガテリね好きなんすよ。いやあのメガテリねめっちゃ有能ですからね、これいきますよドーンこれこれがあるんすよ、これがね、もう超有能。ドンこれ最強ですよ、これ。ベリー集めの神ですから。ちょっとステゴとか出されちゃうと、ちょっと何も言えないですけど。そしてね、何より可愛いですからね。これね、お座りできますからね、これ。メガトリっすよね。メガトリすげえ好きなんですよね。はい。可愛いな、おい。大量に取れすぎて若干画面が重くなってる。あ、ちょっと待って、えハマったー、マジ言ってんの、え、どういうハマり方したのそれ、マジ何も動かないですけどすげえじゃん、なんか組体操みたいになってるよ何してんのあんたいきなりこれ大丈夫、え、どこにハマったの、あ、空間に行ってしまった俺のメガテリが、マジか、3次元を超えてしまったか、ちょっと、え、どこ、え、これマジどこに、何、え、あ、重量、あ、失礼しました失礼しました
すいません。あ、重量でした、すいません。初歩的だった。なんかえらい角度でハマったんで、どっかにストックしたのかと思っちゃいました。そうですよね、重いっすよね。失礼しました。マジ初歩的なことだった、恥ずかしいわ。初歩的だった俺。何が悪空間だよ。お前が取りすぎたんだよ。失礼いたしました。それでは今日はこの辺にしたいと思います。メガテリも手にできたしね、引っ越しもね、とりあえずねメインのものを持ってこれたので、次回からはここにしっかり建築をしていって、あとはドエディとかをねゲットしたいかなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。今日もご視聴ありがとうございました。それではバイバーイ。